んばんは。これは少子高齢化の年金問題についてのお送りしたいと思います。少子高齢化の世界ランキングを見たとき、日本は何位にいるか皆さんご存知でしょうか。こちらのデータを見ていただければ分かる通り、日本の世界で一番少子高齢化が進んでいます。ではこのように少子高齢化が進んでいった場合、果たして今の若者たちの老後に年金はもらえることができるのでしょうか。今回は専門家の方をゲストにお招きし、議論していきたいと思います。はい、それでは専門家の方とリモートがつながっていますので、ちょっとすいません。ちょっと坪和さんのマイクだけちょっと拾えてなかったみたいなので、少々お待ちください。わかりました、すいません、少々お待ちください。マイクの、ちょっと待ってください。すいません、ちょっと、何してるんですか。チャック壊れて。今マイクの調整を、ちょっと待ってください。CM お願いします。何してるんですか。僕は大人になってから10年間も彼女ができなくて、振られた数は24件、既読スルーは103回され、ドタキャンは全部で42、お持ち帰りのチャンスで9回失敗して、彼女がいないと言われた回数は数えきれない。でも彼女ができないと思ったことは一度もない。大変申し訳ございません。ちょっとズボンが、ちょっとチャックの部分が直らなかったので、本当に大変お見苦しいとは思うんですけども、この格好で進めさせていただきたいと思います。はい、それでは改めて、ゲストの方をリモートで紹介します。ちょっと、マイクが。真っ赤ですか？はい、わかりました。もう一度ちょっと坪和さんの、はい、マイクがちょっと調子悪いみたいなので一旦確認させていただきます。すいません、お待ちください。今マイクのちょっとわかんないな。ちょっと入ってます、はい、すいません、少々お待ちください。少々お待ちください。すいません、生放送でちょっと後。何してるんですか。破けてるよ。ちょっとトラブルが起きてしまったので、CM お願いします。すいません。嘘でしょ。僕は大人になってから10年間も彼女ができなくて、振られた数は24件、既読スルーは103回され、ドタキャンは全部で42、お持ち帰りのチャンスで9回失敗して、彼女がいないと言われた回数は数えきれない。でも彼女ができないと思ったことは一度もない。申し訳ございません。ちょっと僕のジャケットが破けてしまって、だからどんどん脱げて、申し訳ございません。本当に大変お見苦しいとは思うんですけども、こちらの格好で進めさせて、すいません、本当に申し訳ございません。それでは改めまして、リモートでの方を、出演していただきたいと思います。それでは、ちょっと待って帰ります。またですか。ちょっとまたちょっとマイクの調子悪いみたいで。聞こえてないよ。僕の声聞こえた。今日ちょっと調子悪いのかしら。すいません、ちょっと今マイクの方の確認をさせて。ちょっと待ってください。僕は大人になってから10年間も彼女ができなくて、振られた数は24件、既読スルーは103回され、ドタキャンは全部で42、お持ち帰りのチャンスで9回失敗して、彼女がいないと言われた回数は数えきれない。でも彼女ができないと思ったことは一度もない。大変申し訳ございません。すいません、ちょっといろいろあって、ちょっとこの格好で進めさせていただきます。本当に申し訳ございません。お見苦しいと申し訳ございません。では気を取り直しまして、ゲストの方を紹介したいと思います。それではリモート出演になります、日本経済ジャーナリストの小池しおりさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、で何してるんですか。いや、
違うんです。これには本当にいろいろと深い事情が、はい、え、ふざけてるんですか。いや、違うんです。本当にふざけてるとかではなくて、そのあのいろいろとこの、 あの小池さんが出演する前にいろいろとちょっとあ、ね、あのね、斉藤アナ、これいろいろと、え、いや、はい、あ、 あの、いや、ありえないでしょ。いや、 こんなふざけた番組私初めてですよ。いや、違うんです。本当に事情があるんです、これには。いや、違うんです、本当に。アナウンサーがパンツ一丁だまで何やってんですか。違うんです、違う、その前もいろいろあった。いや、ちょっと待って、私ね、今までね、何十件何千件とね、あの番組出させていただきましたけど、こんなの初めてですよ。わかります。でも本当に斉藤アナ、ちょっとフォローを、ちょっと何の題材取り扱うか分かってます。分かってます。本当になんか不謹慎だとは分かるんですけども、ちょっと誰ですか、ちょっとプロデューサー、違う、番組制作者、呼んでください。本当申し訳ない。このこれは絶対このままで放送するっておかしいでしょ。頭おかしい。